ヤッホーマラティです。早速なんですが、今日はこの RAT をしようと思って動画を回してます。この RAT っていうのは、まあ、簡単に言うとコロナのテストが家で簡単にできるっていうやつなんですね。で、今回なんで私がこれをやろうと思ったかっていうと、もう私今クルガリっていう西オーストラリアのもうとんでもない田舎に住んでるんですけど、まさかのカルグーリの方に、日本人の方が引っ越してきてね、私に連絡をしてくれて、仲良くしてくれてるんです。こんな私に本当に嬉しい。でね、この間イースターがあった時にね、うちに遊びに来てくれたんですけど、その日の朝に、彼女たちが会った人が、陽性、後から陽性っていうのが分かったらしくて、で2人ともね RAT したけどネガティブだったらしいんですね。濃厚接触者っていうことなんですけど、一応テストしたらネガティブらしくて、でもまあ私たちのとこにも遊びに来たし、その陽性になった人と会った後に私の家に遊びに来たし、念のためにそう報告しておきますっていう風に報告してくれたので、まあ、念のため RAT してみようかなと思います。で、私初めてやるので全くわからないのでね、本当に、ちょっとこの箱の説明書きをね見ながらやることになります。まず開けていこうと思います。はい、箱の中にはこのプラスチックのプロップみたいなやつと、これ中に何が入ってるのかな、綿棒が入ってるんですかね、この中に。で、説明書きと、こういうものが入ってます。はい、ここの穴にこれを立てるのかな。あ、ちなみに、まあ、私の友達が濃厚接触者になったらしいんですけど、症状もまあ症状がなくてネガティブで、私も特に今別に風邪みたいな症状とか、何もないです。はい、ここのホルダーに立てました。 Remove the cover and the place。 Remove the cover って書いてるから、 Remove the cover ってこれのことですかね。開けます。これ Remove、はい、取りました。で、入れます。で、これ綿棒じゃないな。ここに綿棒があるので、これは綿棒じゃないですね。何かな、これは。ちょっとこれ開けてみます。何やろこれ。ああ、これか。これがよく見る、なんかちょっと妊娠検査薬みたいなやつですね。はい。なんかツイッターで上げてるのを見たことは何回かあります。実際に見るのは初めてです。はい。で、この綿棒を、綿棒これ何なん？左右。ああ、別に左右を、それぞれ片方ずつ別々にやるんじゃなくて、両方とも1本の綿棒で取るんですね。はい、これをコレクトノズルスワブスペシメン、なんか5回ぐらいやれって書いてます。お、くしゃみでしょ、くしゃみで取りました。めっちゃくしゃみでしょ。で、これを入れて、チューブの中に入れて、タッチングザボトム、そこにつくようにして10秒から15分ぐらいかけ混ぜます。ここをもう出してまうわ、もうここから。ここをギュッと押さえながら、見えへんな、ここギュッと押さえながら取り出した、これはもういらん、ティッシュの上に置いておきます。で、この上に何、この蓋を、クローザキャップで、アンスクルースモールキャップ、上にまた違うキャップがついてるのを外して、で、ここの S って書いてるやつの上に3滴垂らすらしいです。はい、垂らしてみます。3滴3で、15分結果が出るまで待ちます。お、本当になんか妊娠の検査薬みたいな、妊娠の検査薬使ったことあるんですけど、見えへんな、なんかじわ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 、ここにこの液がどんどんこうリトマス紙みたいな感じのやつのジューッといって、結果
が出るっていう感じになってますね。あんま傾けたらあかんかな。あ、大丈夫か。ほらこうほらって言いながらあんまり見えてない。なんかこう色が、あー見える。はい、なんと15分待たずにもうすでに結果が出ました。はい、じゃん。結果は C、 はい、 C が何かというとネガティブです。よかった。はい、ネガティブでした。はっきりとネガティブと出てます。よかった。はい、今日は、RAT、 このコロナの、家でできるコロナのテストキットを使ってみたでした。西オーストラリアのクールガーリーからマナティでした。バイバーイ。